こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております株式会社コラボズの江川です。さあ皆さん、やはりお客様欲しいですよね、いいお客さん欲しいですよね。絶対だと思います。クレームにあふれたお客様が、集まっていただいても困るのは社長あなたです。私もそうです。じゃあどういうふうにしたらいいお客様って集まるんでしょうか。私はいつもそんなことばっかり考えてるんです。どうしたらいいお客様って来るのかな。はい、これの答えはまずいいお客様って誰っていうことを自分の中で決めないといけません。なかなかですね、お客様っていうのは一括りにしがちなんですけど、いいお客様って誰ですかって聞かれたらどんなお客様想像します？はい、今いてるお客様の中からいいお客様誰ですかって言って2、3人イメージに湧いたら、そのお客様がいいお客様です。もう潜在的にそう思われてます。そういうお客様が1人また1人また1人集まってきたらどんな風になるんでしょうか。ビジネスきっと楽しくなると思うんです。はい、いいお客様を想像してください。今日の動画終わります。レッツ動画。